聖神社、ひじ神社は、埼玉県秩父市黒の谷に鎮座する神社である。秩父盆地の中央部やや北寄りにそびえる美濃山から、南西にかけて伸びた市脈である、和道山山6に鎮座し、美濃山を水源とする川が流下する斜前は、和道沢、旧正道新井沢と称されている。慶雲五年、708年に、自然道が発見され、和道開源と、 和道開人中蔵の契機となった神社とされる。旧孫社。金山彦命、国の男たちの村、大昼目美子と、天寺大臣、神山といわれ彦の命、神武天皇の世柱に、元明金命、元明鋼の御子と、元明天皇を合祀する。なお、境内石碑には、当社はこの歴史的由緒ある、自然道を、主神として祭り、 さらに、金山彦命、玄明金命を行使し、だとある。和道会鎮ゆかりの神社ということから、千神様とも呼ばれ、金運流賞の利益にあやかろうという参拝者も多い。第四十三代、玄明天皇の時代に、武蔵国秩父軍から日本で初めて高純度の、自然道、にぎやか金、ね、和道が参出し、慶文五年正月十一日に軍事を通じて、 朝廷に、献上、喜んだ天皇は同日、和道王と改元し、田地日正と三宅丸を須仙寺に任命して、和道海鎮を鋳造させた、その発見地は当神社周辺であると伝える。社殿によれば、当地では、自然道の発見を記念して、和道沢上流の羽織山にひもろぎを立て、この自然道を身体として金山彦命を祀った。 道の献上を受けた朝廷も、道山の見文と道の採掘、鋳造を監督させるために、三宅マロラを直視として当地へ派遣、共に、盛大な祝典を挙げた後の和道元年2月13日に、正常な地であると、原社地へひもろぎを、千、採掘された、和道十三塊、以下、自然道を、和道夫印を内陣に安置し、金山彦命と国のとたちの村、大目と、 神山と言われ彦の命の余柱を神体とし、三宅丸が天皇から歌詞され帯同した、同性のムカデメス一体を治めたのが創始で、後に、元明天皇を、元明金命として行使し、父母、宗者と称したという。なお、請求記録美化え、北谷とか文書によると、内陣に治めた、神体石板二体、和道石十三塊、まり、デ一体は、 紛失を恐れて、漢文年間から、北屋と下の土蔵にて保管され、昭和28年、1953年の、霊体祭に合わせて挙行された、元明天皇皇子二2 3 0年祭と、上田から渡る官報国祭により、神社の宝蔵庫に返されたが、現存される和道は二塊のみである。なお、和道の県上を記録する、俗に本紀等は、三室地について、 秩父軍のみで、具体的な地名を記さないため、その地点が当地であったとは限らず、地質学上は、秩父盆地一帯にかけて、その可能性があると言える。だが、当神社周辺に、和道の先行場や精錬所跡があり、死指定史跡黒谷道精錬所し、平坦部には埋没した鉱石の破片が散乱。また、道荒井沢や、道仙屈、道伝房、 三宅マロ当直氏が滞在したと伝わる、ドンジ等の銅山経営にちなむ地名も残るため、一帯が和道採掘の重要拠点であったことは確実視されており、和道採掘遺跡として埼玉研究跡に指定されている。ちなみに、近世諸島に降ると推定されるが、祝山に連なる金山の中原には八本の高校も損している。ところで、 神社の西方を流れる荒川の対岸、大技、寺尾の飯塚、招木木、招木の一帯に、比較的大規模な円墳の周囲に小規模のものを、配する、形の群衆墳があり、現在124基が確認されているが、開墾前は200基を超えると推定され、盆地内では、最大規模の古墳群を形成している、県指定史跡飯塚、招木木古墳群。築造年代は、 古墳時代の最終末期、7世紀末から8世紀初頭とみなされるが、悲壮者と和道の発見、発掘等を関連づける説もあり、さらにその主体をトライ系氏族であったと捉える説も出されており、荒川と横瀬川の合流地点南方の断球場、神社の西南からは、和道海鎮を含む古戦と共にわらび手刀も出土している、口述。なお、 当社から国道1 4 5号線を1キロメートルほど進むと、秩父地方最大の霧石古墳である埼玉県指定史跡の円墳大塚古墳があり、養老6年に当社内陣へ納められた御神体クリータ彫刻の理念によると、当時この古墳地周辺は黒谷号大浜村であった可能性がある。古墳上の墓には金山彦命も祀られている。また、 大塚古墳からほど近い無区下公園内にはより古い古墳と推定される稲穂山古墳もあり、埋葬者と和道との関連性も大変興味深い。さらに、鎮座地話道山の手法、民の山には初代の秩父国像にちなむ古事があり、その命は民の国南宮大社境内に居住していたとのつてもある。ことから南宮大社が古来鉱山、夜勤の神として信仰を集めていることや、 美濃と美濃との称号が注目される。708年の創建より、数回の新築、改築が行われたと記録されている。元那九年、1623年に、甲州より、新通り人である男女と影湯の二人が当地へ、参った折、生命神社の社番に頼み置く。文化元年、1804年に、自社奉行の直支配者としてご免許を受ける。 昭和11年1936年に社務所が完成し、新鮮平白良と神新神社に指定される。昭和28年1953年に三笠宮隆人新王が参拝し、社前に松を手植え、翌29年に節子秩父の宮妃が参拝。平成20年1月11日には和道法権1300年を祝う。 和道祭が採行された1300年前の1月11日が和道開元の日であることから。なお、黒谷の神里には当神社と祭神を同じくして和道年間に創建されたと伝える神社が鎮座し、姉者とも呼ばれる中社も現存する。秩父郡三沢村、現秩父郡皆野町三沢には明治40年まで無格社制神社が鎮座をしていた。 4月13日に春季大祭、霊祭が採用される。祭日は古くは2月13日であったが、13日とされたのは、当神社を祀る休暇が13個ありそれに由来するものと言われる。大祭後に、黒谷の甘いささらと呼ばれる獅子舞が奉納され、この獅子舞は文化14年、1817年の年を持つ、雨受け工業願いしたき、 北谷とか文書から甘いを目的に奉納されていたことが知れる元禄の末年十七点一八世紀の後から奉納されるようになったという。その由来は、サジンゴロが当地を訪れた際に流棟を刻んで神社へ奉納し、元禄にこの流棟を模して獅子頭を刻んだ。そして、大畑体左門なる者が三河国岡崎から獅子舞の師匠を招いて十五種の 舞を捨てさせたことに、はじめ丸と言い,い、別名を、岡崎下妻流と称するという。春季大祭のほかに、境内社和道出雲神社の11月3日の、例祭にも奉納される。昭和32年、1957年2月8日に、秩父市無形民族文化財に指定された。なお、和道沢の水源地に、秋や明神という祠が,祠が祀られており、 昭和30年までは12月14日に行われるその祭礼の夜に当神社から、祠らまで108本の唐火を灯していたという。本殿は一見者流れ作り道番武器。法永6年、1709年から翌7年にかけ、大宮号、現地秩父市の交渉である、大曽根予平により、市内中町の今宮神社の本殿として混流された。昭和39年、 1964年に当神社社殿として移築された。彫刻に桃山時代の遺風がわずかに残り、秩父市内における江戸時代中期の建造物として優れていることから、昭和40年1月25日に秩父市有形文化財建造物となる。拝殿は片三軒の入りもや作り大来離道番武器、昭和十九年に旧本殿、文化四年、 1807年の春光を移築したもので、一軒者流れ作り銅板武器、後輩中央に、東派府、脇正寺に彫刻を飾る。飛鳥時代、7世紀から8世紀初頭の制作とみられ、全体が錆化しているが、関東地方湿度のわらび手型なのけうない品として、昭和62年、1987年3月24日に、県史定有形文化財、考古資料となる。 ムカデは当神社の権則とされ、ムカデが地下鉱脈を表すとの説や、美写門天の神史とされることに由来する説もある。ことから、和道鉱山道との関連性が指摘されている。放牧師の登る渡る辺でも最高者にムカデを入れた痴漢を、携えて入山するよう進めると、ムカデには、鉱山業における、信仰の形跡が認められる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。